はいどうもプレイヤータカです。今回はいきなりねこの三が日セレボの動画から開始となってますけど、実はねこれがね10回目かな、その前にねこの動画の前に10回ぐらい弾いてるんですよね。いやー正直焦りましたよ。夜勤明けで帰ってきて、まあ最後の老いのコイン稼ぎですね。皆様のハートとあとプラスアルファの自分でコインを稼いだ分、20何万コインか忘れたけど、まあ稼いで第二陣の挑戦ですね。スターウォーズ2の方はベイダー教、あとはアナキン、最高指導者カイロレンが取れたんですが、まあそれでもやっぱり悲しみとか喜びとかね、全く違うツムとかもね来るんですよね。はい、確率とは何ぞやって言いたくなりますよ。でまあようやくこんな感じでジェダイルークをゲットすることができました。危なもうほんまパーセンテージは飾りみたいなもんやからね。っていうことで今回はジェダイルークをなけなしのスキルチケットを使ってスキル2で、プレイしていきたいなと思います。プレイ動画の方は54のコイン稼ぎ、アカウント消失してから3ヶ月ぐらい触ってなかったんでちょこっと練習した後のプレイとなりますが、まあとりあえずプレイ動画の方をご視聴ください。プレイヤー高野脇あいあいチャンネル。
プレイヤータカのわきあいあいチャンネル。はい、ということでスキル2ジェダイルークプレイしていきましたけど、獲得ソコインが8438コイン、スコアがこの駆け出しアカウントで1400万点オーバー。さすがはこのジェダイルークといったとこでしょうか。まああくまで久しぶりに練習込みの最高値なんで、これよりね下振れることがほとんどなんですけど、スキル2で久しぶりにジェダイルークを触る人間が出した数値として参考にしてください。ジャイロ角度や切る時のスワイプの角度云々、まあ難しい積むかと思いますけど、磨けばスキル2から強積むとなりますんで、せっかくゲットしたこの積む使い込んでみてはいかがでしょうか。ということで久しぶりの動画、ご視聴ありがとうございました。それではじゃあね。